くんげぬま。くんげぬまは、神奈川県藤沢市の南部中央にある地域の地区名。1908年、明治41年、高座郡藤沢大阪町、明治村と合併する前の旧くんげぬま村の村域と、ほぼ重なる。北は、旧東海道付近、東は境川、西は、引地川に囲まれた地域である。南は、相模湾に面しており、人口は5万人を遥かに越す。 年間を通して湘南海岸に多くの観光客が訪れる。くぐいとは白鳥の古名で、かつてこの辺りには沼が多くあり、くぐいが多く飛来していたと言われている。詳しくは地名の由来を参照。神奈川県藤沢市南部の海岸中央部にある地区で、東は片瀬地区、西は辻堂地区、北は藤沢地区に隣接する。 久げ沼の範囲はいくつかの見方がある。久げ沼里の故障は、平安時代末期に現れるが、境川、当時の故障は、片瀬川、伊勢、引き近わ等島で、南辺は海岸線、北辺は江戸時代に整備される旧東海道、国道1号から1963年、昭和38年富士バイパス開通により、神奈川県道43号藤沢厚木線に、広角から、 指導中学通り線、東海道本線一本松踏切を経て、藤沢駅南方を迂回し、境川、新川名橋に至る線までとなるが、それ以前にも、すでに重要な街道が、鎌倉の大仏坂に通じており、それが、安土桃山時代から、江戸時代、さらに明治時代へ続く、久下沼村の村域の北の境界線となっていた。2014年、平成26年現在、 住居表示未実施の大技の鍵沼としての区域が国道467号ミネ部屋、前バス周辺に残っている。藤沢市は地域を13地区に分けて行政を進めており、鍵沼地区もその一つである。藤沢市は1999年、平成11年2月に藤沢市都市マスタープランを発表し、それに沿った都市計画が進められている。 このマスタープランにおける、久げ沼地区には、藤沢地区の南藤沢を含めている。現在藤沢市が公開している、最も新しい統計資料は、2005年、平成17年10月1日の国勢調査、速報値であり、それによれば、久げ沼地区の人口は52,318人、13、地区で最高。 面積は 5.55km、人口密度は9427人、km、13地区で最高となっている。ただし、この数字は、久げ沼ま神明を除き、藤沢地区の南藤沢と、片瀬地区の旧時代、現太の内境川伊勢の地区を含んだ地のものである。久げ沼地区では、公民館は1958年、昭和33年に、 市内で2番目に開設されたが、市民センターは2003年、平成15年、市内で11番目に公民館に併設された。久げ沼市民センターの管轄する、自治会、町内会の範囲や民生委員、児童委員の分担地域からは、久げ沼新米北部は外れており、南藤沢が含まれている。学生発布の明治5年、 1872年8月2日よりも早く、久げ沼学者、藤沢市立久げ沼小学校が開校し、久げ沼村全域を学区とした。南東部の開発による人口増加により、1946年昭和21年8月10日、藤沢市立久ぐ洋国民学校、藤沢市立久ぐ洋小学校が開校し、本久げ沼駅付近から南を学区とした。 さらに1970年、昭和45年4月1日、藤沢市立九ぐ南小学校が開校し、九ぐ洋小学校学区から分かれて、九げ沼海岸全域を学区とした。この九げ沼、九ぐ洋、九く南の3校が、九げ沼地区を3分する形だが、九げ沼新明の当半は、藤沢市立本町小学校、九げ沼石上の東部と、九げ沼東は、 藤沢市立新林小学校、藤沢駅南口周辺は、藤沢市立大道小学校の学区になっている。1933年、昭和8年11月14日、釘沼北端部に、藤沢町内の高等科を統合する、藤沢高等小学校、藤高国民学校が開校し、これが1947年、昭和22年の新学生により、 藤沢市立第一中学校になった。同時に新たに藤沢市立久毛沼中学校が開校し、東海道本線を境に学校を分けた。1956年昭和31年4月1日、辻堂東海岸に藤沢市立商用中学校が開校し、久毛沼松が岡前域と久毛沼海岸の大部分が久毛沼中学校の学区から分割された。この第一、 久げ沼、ま、商用の参考が、久げ沼地区を3分する形だが、久げ沼石上の東部と、久げ沼東は、藤沢市立村岡中学校の学区なっている。全域が、海岸平野の湘南砂丘地帯であり、平坦だが、北西部は、東北東西南西方向、中央部は、北東南西方向、南東部は、北北東南南西方向の砂丘列が見られ、南部は、 古城の海岸線に沿った西北西、東南東方向の数列の新しい砂丘列が見られる。この砂丘列の方向は、かつては季節風の吹き寄せによるとされてきたが、近年では縄文海進以降の陸化過程での海岸線方向の変化によると考えられている。砂丘列の方向は、鉄道や道路の方向、地割りや建築物の方向、 高知の畝の方向などに影響を与える。久げ沼地区の中央に伸びる北東南西方向の顕著な砂丘は北部で海抜25メートルに達し、久げ沼地区の最高地点である。ここは神殿集落のすぐ南方にあるため、地元では新田山と呼び習わしてきた。この砂丘列の南部では所有する地主の名を取った高松山、斎藤山、あるいは植生から取った バラ山などという呼び方も見られた。風の吹き寄せによって特に高くなった砂丘は高砂と呼ばれることがあり、藤沢駅南方の江ノ島電鉄に沿ったものは停留所の名称、原石上駅にもなった。また、釘沼富士が谷南部にも昭和初期までは高砂と呼ばれた砂丘があった。江ノ島電鉄や奈義高寺駅久沼駅間の南北方向の砂丘は高値で売れたことから、 百両山と呼ばれた。砂丘間の低地は、石湖が陸化して、海砂に覆われているため、水はけがよく乾燥しているように見えるが、地下水位は案外高い。このため、井戸を掘作することは容易で、別荘分譲地開発時代はまず庭池を掘り、その砂で土盛りをした上に家屋を建てる方法が取られた。閣ヌま松が丘の中央部には、昭和初期まで足の生いた湿地が残り、 そこからの祭流は投流して、境川に注いでいた。訓練沼地区の東西を流れる境川、引き地川の両河川は、上流から運ぶ土砂を下流に堆積し、中石平野を形成する。砂丘地帯という侵食しやすい土地であるため、河川は自由蛇行を繰り返し、引き地川の場合、1930年代に県による河川改修が行われるまでは、 地形図が発行されるたびに流路が違うほどであった。境川の場合は、高座郡、鎌倉郡の軍境が、現在の鵠沼東、鵠沼石上、鵠沼富士が谷付近で複雑に屈曲し、かつてこの河川を、軍境に制定した、当時の流路を想定できる。ことに、鵠沼富士が谷四丁目から鵠沼桜が、岡一丁目にかけての障子名を、川袋というが、 関東以北に多い袋地名の代表例で深い蛇行を表している。袋地名の例としては他に引き側の地蔵袋もある。これらの自由蛇行の繰り返しは後輩湿地や川跡、三日月湖を多く生み出し、釘沼の地名の元となったと考えられる。川袋の低湿地は明治時代に片瀬の地主の手で埋め立てられて水田化が図られ、さらに昭和初期、 片瀬と久ゲ沼の双方から埋め立てられて宅地化が図られた。これらの埋め残しの部分は、ハ水イと総称されるいくつかの地層が見られたが、現在は、個人宅内のものを除くと2つだけが、桜工事公園に残されるのみとなった。両河川の中積定地は、1960年代初頭まで水田が残っていたが、境川沿いの久ゲ沼東、久ゲ沼石上では、 藤沢市民会館、秩父の宮記念体育館、南市民図書館、南消防署、神奈川県合同庁舎、保健所などの公共施設や、大型店舗、集合住宅などが立地するようになった。一方、引き地川沿いの水田地帯には、太陽の家、八部、八瓶公園、釘沼運動公園、なぎさなどの公共施設が立地している。 これら施設の周辺にはまとまった空間があるために、くげぬ地区の広域避難場所に指定されている。しかし、くげぬ地区内では最も浸水しやすい場所なのである。南部ほど顕著な海洋性気候が見られる。気温の変化は冬の冷え込みが弱く、年格差が相対的に小さい。降水量は初秋の収輪、台風期にピークがあり、梅雨期がこれに次ぐ。 風光は年間を通して季節風よりも海陸風の影響が顕著である。海風は時に被災や塩害をもたらす。その対策として海岸部には黒松やらなどの砂防林が設けれ、二十歳では麦わらを刺して被災を防いだり真さの垣根を設ける光景が現在も残っている。内陸の旧農村地域では旧家に屋敷林が見られる。発祥は奈良時代。 カラスモリ広大神宮を中心に、鉱山軍と天里が置かれた頃である。平安時代末期には、鎌倉影政により開かれ、伊勢神宮に寄進された、昭園大場くりや、大場のみくり屋の一となり、久下マザと呼ばれるようになった。江戸時代には、旗本伏江家と大橋家、二代のみ、の領地と幕府領に分かれ、湘南海岸一帯に、幕府の総集法術長連上、 鉄砲場が開かれ、くげの間村には、つのうちという近距離射撃の訓練場が枯れた。東海道藤沢宿に隣接するため、除豪村でもあった。江戸末期までは、周辺地区と同様に農業村であった。農業は畑作を中心とする自給的なもので、若干の水田も見られた。鉄道開通機には、特産品として、 浜暴風や小炉を液棟で、売り光景も見られたという。漁業はもっぱら地引き号で、イワシ漁が中心であった。これは干しか、しか、イコール漁費として販売された。このため海浜部の旧地名を、イワシ干し場、ヤシ場と呼んだ。明治末期から、大正の最盛期には、網元も休憩をさ得たが、現在は一頭が残るのみである。南東部の旧鉄砲の広大な砂原は、 1887年、明治20年の鉄道東海道本線開通前後から海水浴場や日本で最初の計画別荘地として開発が始まった。1902年、明治35年に江ノ電が開通し、沿線は別荘地として急速に発展する。一方、旧来の農村部では、 従来の自給的農業から水はけの良い海岸平野の特性を生かした園芸農業への転換が見られた。特産物としては桃とサツマイモが代表的である。北東部の石上には製紙業の工場も創業したが、養産は相模屋大地ほどは盛んだったと言えない。桃栽培は花の時期に金庫近在から花見客が訪れるなど、 湘南の桃源郷と呼ばれるほどったが、太平洋戦争が始まると写種品だということで、伐採が命じられて姿を消した。現金収入を得たためか、釘沼の鎮守である、広大神宮の霊祭に九つのうじ子集落が人形出しを巡行する風が明治中期から始まり、今日まで続いている。新名古屋の風流出しを神奈川県は神奈川の民芸能五に指定し、 藤沢市は有形民族文化財に指定している。久芸沼地区南東部の総集法術庁連城、鉄砲城跡地は、ほとんど不毛の砂原であったが、明治中期に、約25万坪といわれる広大な土地を入手したのが、お牛松平家の府内藩主の末裔、お牛近道施策である。区内省に勤めていた、彼は、この土地を御用邸用地に考えていたとも伝えられる。 御用定用地が葉山に決定すると、お牛家の支配人、木下兄弟と旅館あずま屋の創業者、伊藤光は、この砂原に一丁、約100メートル間隔の道路を敷設して、土地を区切るとともに黒松を植栽し、別荘地として売り出した。これだけまとまった計画的別荘分譲地の開発は、日本でも初めての例である。釘沼海外海水浴場開設をきっかけに、 海岸部に、久鍵沼館、太公館、町塩館ともいい、後に、中屋となる、あずま屋、あずま屋、あずま屋ともという三軒の旅館が立った。その中でも、とりわけ有名なのがあずま屋である。あずま屋は、久鍵沼海岸別荘地を開拓した、伊藤正幸が1897年、明治30年頃開業した旅館で、斉藤緑空、谷崎純一郎、滋賀直哉。 武者の工事さねあつ、徳富ろか、与謝野鉄管、与謝野秋子、岸田流星、芥川隆之介といった明治から昭和の文人仏閣が風居、登竜し、執筆活動をした旅館である。彼らは当時の作品中に折々の陰沼風物を描写し、それが陰沼風と呼ばれて大きな評判を得た。旅館あずま屋はそうした文化人の社交施設の役割を果たした。 日本画家で我が国初のフレスコ壁画を描いた、長谷川るかは、東屋二代目岡将隆の一人息子である。東屋は1923年、大正12年9月1日の関東大震災で、倒壊し、翌年再建されたが、1939年、昭和14年に、旅館業を廃業した。現在、東屋跡地の一角に、佐江一の筆になる。 文人の登竜したあずまの跡という石碑が建てられている。戦後になって1950年、昭和25年から1995年、平成7年末まで、伊藤正幸の孫で養子の伊藤正治が、旅館あずま跡から西方、久げ沼ホテル跡地に、割烹料亭、あずまを開いていたので、旅館あずまと混同されることが多い。1907年、 明治40年10月、志賀直屋と武者の工事寂奴は東屋において文芸師、白樺の発刊を相談した。後に、武者の工事寂奴は短期流し別荘を借りて生活し、同人の小泉哲は、久鵠沼に借家して、白樺の編集に携わる。すなわち久鵠沼は白樺派要卵の地と言えるのである。フューザン会解散後、総土社を立ち上げた画家、 岸田流生は、1917年、大正6年、久鵠沼に借家して、その最盛期を暮らした。彼の代表作として知られる、霊子像は、そのほとんどが、久鵠沼時代に描かれたものである。総土者に属する、椿佐川や横堀角次郎ら若手画家たちも、流生を慕って、久鵠沼での借家生活を始めたし、中川和正のように、流生宅の触覚になる者もいた。 彼らの多くは1922年に結成された春陽会にも加盟し、総土者消滅後も春陽会で活躍した。江ノ電が開通した頃、釘沼駅北方の砂丘一帯を所有し、豪邸を構えた高瀬家の離れに1911年、明治44年秋から翌春にかけて滞在したのが、東京帝国大学文科、大学哲学科在学中の和辻明である。 平大文科大学の後輩で高瀬家の長男である、高瀬愛知の勧めにより、釘沼の静かな環境の中で、卒業論文を仕上げるのが目的であった。論文を書き上げた和辻は、高瀬家の長女、寺氏に求婚し、結婚する。1914年、大正3年、和辻の先輩にあたる安倍次郎が、高瀬家の離れに住むようになり、翌年は、和辻哲郎夫妻が、 さらにその翌年から安倍義成も別の離れに住んだ。彼らの陰沼暮らしは1918年、大正7年までであったが、時折、例の会と称する牛鍋を囲んで談論する催し、友人で、夏目漱石門下の小宮と与隆や森田総平らを招いて開き、ここから大正教養主義と呼ばれる市長が生まれた。このようにして、文学の白川派。 美術の騒土者、市長の対象教養主義という対象デモクラシーの下での新しい自由な文化が釘沼から発信された。その担い手はいずれも20代から30代前半の青年の集団であったこと、貸別荘などの貸子屋に住んだことが特色である。しかし彼らが釘沼に永住することはなかった。1923年、対象12年の関東大震災では相応の 被害が出たが、より被害が深刻だった都内から政治家、官僚、企業家、高級商工等が続々と転居してくることにより、くげ沼は別荘地から高級住宅地へと変貌することになる。震災からの復興は急ピッチで進められた。人力車の時代から自動車の時代への転換は、道路整備を要求するものであったが、この時期は公共投資による道路整備は、 久げ沼地区の外縁部のみ、中心部では、市営の道路建設が行われたに過ぎなかった。そのため、旧別荘地の道路は未だに信号機が一つもなく、歩道もほとんど見られない。市営の道路建設の中で特筆すべきは、高瀬愛知による久げ沼振動、立花の通りから高瀬通り、熊倉通りである。これにより、久げ沼海岸から自動車で、 藤沢駅に出られるようになったことは、当時短期間釘沼海岸に住んだ芥川龍之介の小説、歯車の冒頭に描かれている。高瀬愛知は、自宅の井戸水を江ノ島に送る、江ノ島水道を建設した。これは後に、県営湘南水道に買収される。百二十九年、昭和四年の小田急江ノ島線開通をきっかけに、別荘地と農村部の中間地帯には、 高地整理の名を借りた、宅地開発が行われ、建て売り住宅の建設が進められた。この段階での住宅地は100坪以上の敷地を有し、現在も東京近郊の高級住宅地の一つとして有名である。1930年代は、神奈川県の手で湘南海岸の国際観光地化が図られた。折しも世界恐慌の時代と重なるが、 失業対策事業という名目も加わって、インフラストラクチャー整備が進められた。主な事業としては、県営湘南水道、湘南遊歩道、鎌倉郡、片瀬町から中郡大磯町原国道134号、付設、さらに、引地側の河川改修と久毛沼関の建設などである。鉄道紹介の家開設、幻の東京オリンピックを見越した、県営久毛沼プール、 あとに、藤沢町に遺憾の建設が加わった。日中戦争が泥沼化し、日本が国際社会から孤立化すると、国際観光地としての目論見みは画米に返したが、国内有数の海水浴場として、束の間の賑わいを見せるようになった。しかし、東屋が廃業した1939年、昭和14年頃から、次第に軍国主義の影が覆うようになってくる。 後期2600年を国を挙げて祝った1940年、昭和15年10月1日、藤沢町は市政を敷き、藤沢市となる。それから1年余り、太平洋戦争に突入する。戦争が激化すると、疎開先に選ばれた下沼の人口は激増した。銃爆撃機による空襲はほとんどなかったが、関西機による奇獣装車は日常的になった。 戦後もしばらくは南東部の旧別装置には松の緑が色濃く残り、北西部の農村地帯は村落共同体としての伝統が脈々と受け継がれていた。1960年代の高度経済成長期に入ると農村部を分断して、湘南新道、神奈川県道30号、久釘沼新道、藤沢市道久釘沼海岸線が相次いで開通し、 二十歳の乱開発による宅地化が進められた。鉄道沿線には工場が誘致され、公害問題が起こったりした。旧別荘地では相続税問題などから宅地の細分化が進み、かつて高級住宅地のシンボルだった松が急速に失われた。それに伴い、行き止まり道路が増え、踏切の拡幅も遅れたため、緊急車両が入れないなど、災害の危険度は増した。 周辺の広い道路に面する部分では、中層の集合住宅が建てられるようになった。鉄道の高速化も進められ、小田急の快速急行や JR の湘南新宿ラインの導入などにより、都心部まで50分台で到達できる、通勤圏として、さらにベッドタウン化が進んだ。海岸部では、湘南海岸公園の整備が進められた。1990年代に入ると、 津波対策の傘上げが行われ、公園全体の再開発が行われた。海岸周辺は、年間を通じて、多くの観光客、サーファーなどで賑わっており、国道134号沿いは、サーフショップやレストランなど、観光客目当ての店舗が集中している。現在、久げ沼地区で営業する、サーフショップは25件を超え、全国最大の集中地区である。また、海岸、 現、片瀬西浜海水浴場は、日本におけるサーフィン、ビーチバレー発祥の地であり、スポーツ界とビーチアルティメット、ビーチフットボール、ビーチテニスの全国大会も、くげ沼から始まった。首都圏にありながら、名勝への島が、至近に望める、風光明媚な砂浜を抱き、黒松の木が、各所に生い茂る、じて的伏の少ない平坦な地形である。 温暖な気候、風土から、海浜レジャー等の観光地として高い人気がある。一方、住宅地としても、明治半ばからの別荘地開発に伴う、インフラ整備や大正期以降の高級住宅地化によって、久米沼地区の住環境は、早い時期から成熟、安定しており、今日においてもおおむね高い水準を維持している。 小田急江ノ島線と境川に囲まれた一帯には、県条例に基づいた、久げ沼風地地区が指定され、県平率や建造物の高さ、色彩に至るまで厳しい規制がかけられており、完成な旧別装置の風情が特に色濃く残されている。現在の住民は、高度経済成長期以降に、郊外住宅を求めて移住してきた世代と、その二世、三世が多くを占めてきているが、 多数の住宅地の中から久げ沼を選んだ理由として、この地域の住環境の良さを上げる例がよく見受けられる。彼ら新住民もマスコミによって創作された、湘南という漠然としたイメージより、久げ沼地区に居住していることそのものに、アデンティティを持ち、自らの住環境の保全、美化工場に対する手間を惜しまない。例えば、日本のサーフィン発祥地として、くげ沼海岸が挙げられているが、 地元のサーファー、ローカルサーファーによる日常的な海岸清掃活動もそのような愛着や誇りに裏付けられた行動であると言える。これは近郊の茅ヶ崎、鎌倉、逗子、葉山の各沿岸地域でも同様の傾向が見られる。地域の道路は国道134号線、市道久毛沼海岸線、久毛沼新道等の幹線道を除き、 その多くが境外で複雑に入り組んでおり、地元住民も迷うほどで自動車の往来に支障を来すこともしばしである。ことに、夏場の観光シーズンの休日ともなると、生活道路にまで海水を客の車が入り込み、交通麻痺状態になることもあるが、その迷路状態が幸いしてか、住宅地域の治安はその人口に比して良好ではある。公共交通機関については、地区を ほぼ南北に結ぶ日本の私鉄や豊富なバス路線網により通勤、通学の利便性は高い。久げ沼地区の歴史は小田急線付近を境に北西部の久げ沼神明。本久げ沼は約1100年の伝統を持つが、南西部の開発は東海道線の開通がきっかけで110年ほどの歴史しかない。この2地域はあらゆる面で対照的な関係にある。 1908年、明治41年、旧鵠沼村は、藤沢大阪町、明治村と合併して、高座郡藤沢町となり、藤沢町、鵠沼と総称された。鵠沼地区の公的な地名には3つの成立段階がある。現在でも、町内解明などに残る鵠沼には、湿地が多くあり、久ぐとは、白鳥の古名で白鳥が飛来したからだと言われている。が、 白鳥が降り立った沼があったか確証はない。新編相模国フェド機構では、久々日厚松と読みがつけられている。2018年、平成30年2月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。